アメリカが原爆というのをどういうふうに考えているのかっていうと、悪いことをやったかもしれないけど、それは仕方なかったんだ。自分たちがしなければ、ナチスドイツが先に原爆開発したかもわかんないし、うーん、なんだろうな。えー、アメリカ人の命が失われたかもわからない。でも、 軍事施設じゃなくて民間の町に投下したっていうことは明らかにまずいことなんだけどもそこまで言わないでほしいよないろんな言い方理屈できるんじゃないかというような複雑な思いがあるのでアメリカの国論が二分されたんだと思うんですよ。なんかね、そこら辺を 飲んで、オバマ大統領が来てっていうのはですね、僕にしてみりゃ、よくやったようになって、よくあの、人気が終わりだから、オバマ大統領はもう人気が終わりで、あのー、弱体化してるのをですね、人気取りのためにやったという人もいるんですけども、人気取りのためであれ、なんであれですね、あのー、やんなきゃいけないことをやったっていうのはこう、すげえなと、僕はまあ単純にですね、ああ、なんか、いいことしたんじゃないの。で、日本人もですね、その広島の人たちもですね、なんだろうな、対して騒ぎをせずにですね、オバマ大統領を迎えたというのを、 ち、ね、ちょっっと安心してるるんんでですすけけどど、ね。まあ、あの言っちゃえば平凡なな意見になるんですけど僕自身がその大学の時ぐらいからあったですね、その日本人自体の中にも国,国論を二分する正義の原爆、悪の原爆っていう概念があったっていうことから、そのアメリカのですね、原爆投下賞ですね。で、あとは原子爆弾が日本で爆発して、それのおかげで戦争が終わって、それのおかげで いっぱい若者がアメリカ大陸に帰ってきて、戦争に来た息子が帰ってきて、でも、 あの、ニューヨークのブロードウェイでそこら中で水兵とですね、女とかキスして、で、次の年の出生率が山のように上がって、それがアトミックベイビー原爆の子供たちっていうふうに呼ばれて、で、アトミックカクテルっていうですね、その、なんだろうな、平和と愛を象徴するカクテルに、その原爆の名前が使われてて、そういうですね、なんか歴史っていうのをずっと見てるとですね、なんかそれがようやっと一つ落とし所が見えたみたいな形で、よかったんじゃないのという風に思ってしまうんですけども、原爆を落とさなければ日本人は 徹底的に戦ったに違いないっていう、その恐怖心があるわけだよ。っていうのは、あの、最後はやっぱり、神風アタック、いわゆる特攻までして、自分の命を犠牲にして突っ込んでくる日本人に対して、すごい恐怖心があったと。で、対ドイツ、対イタリア戦、第2対3で言うと、それは早々と降伏してくれたし、例えばその、ヒトラーも自分で自殺までして、で、戦争が終わったわけじゃん。でも、日本は全く、ドイツよりもひどい状態になってるのに、 いくら都市部を爆撃しても、東京を空襲しても、大阪を空襲しても、いわゆる、本当に言えばこっちのがしょ、あの、なんだろう、戦争犯罪なんだけども、一般市民に対して無差別爆撃やっても、全く降伏してくれないと。こいつら一体どうなってんだと。ひょっとして俺らと差し違えるつもりなのかという恐怖心を抱いてたところに、原子爆弾を投下して、で、その原子爆弾の投下によって、軍部と天皇が、 戦争をやめるというのを決心して、結局戦争を降伏をして、戦争に幕が下りたわけだ。だから、戦争が終わったというのは、もうあの、アメリカの本土ではものすごいハッピーなことなんだ。でも万歳になるんだと。で、当然、アメリカに若いあの軍人たちが帰ってくると。いわゆる戦争に行った私たちの兄、弟、息子、恋人が帰ってくるということで、よくやったよくやったと、ついに、あの、世界を、いわゆる、 なんだろう、ファシストの手から守った。で、それはどうやって守られたのかというと、アトミックボム、原爆のおかげだっていうふうなことで、原爆大部分になったんだ。1945年のアメリカでは。で、アトミックカクテルというのが作られて、戦争を終わらせてくれた原子爆弾に感謝、アトミックカクテルっていうのをみんなで飲んで、アトミックダンスのが流行って、で、その結果、膨大な数の軍人がアメリカに帰ってきて、で、やっと待たせていた、故郷で待たせていた、恋人と結婚して、で、 子供がいっぱいできた。それがアトミックベビーと呼ばれてる世代。アメリカには今そのアトミックベビーと呼ばれてる世代の人たちがいっぱいまだいるんだよね。だからそういう人たちにとっては、原爆って日本人の僕らからしたら、なんでって思うんだけども、平和の象徴であって、正義の象徴でもあって、何よりも自分たちがこの世の中に生まれてきた根拠の一つでもある。アメリカの歴史の肯定的な面、いわゆる その、良い戦争っていうさ、スターズ・ターケルが書いたものすごい分厚いドキュメンタリーの本があるんだけども、良い戦争って本があって、これが第二次大戦の時の あの、ナチスドイツとか日本人と戦ったアメリカ人の前線の兵隊とかさ、当時軍隊に勤めた人とか、あと15でアメリカを支えた、あの、ま、戦争終わるのを待ってたお母さんとかさ、娘たちの膨大なインタビュー集なんだけど、それをスタズ・ターケルがピュリッツァー賞を受賞した作品なんだけども、あの、ノンフィクションとしてまとめるときに、良い戦争、グッド・ウォーってタイトルをつけた。それはなんでかっていうとさ、アメリカ人にとって結局、良い戦争と言えるのは第二次大戦だけだったっていう考えなんだよね。 その前の第一次大戦っていうのは結局その後でヨーロッパを荒廃させてナチドイツを生んでしまった。で、そのもう一つ前になってくるあの南北戦争っていうのはアメリカにとって国を二つに分ける戦いでやっぱり悲劇だったという印象がどっかにあるんだよ。まあ独立戦争は別なんだけどさ。うん、あの、だからアメリカ人にとってグ良い戦争、グッドワーっていうのはいわゆる第二次大戦を示す。それぐらいベトナム戦争とかその他の戦争に関してアメリカ人はいつもいつも なんか、後ろめたいものを感じてるし、その僕ら子供の頃に見てたさ、そのインディアンから白人がアメリカという土地を譲り受けた、もしくは奪い取ってアメリカを建国してきたっていうのも、もう当然のことだらもうそんなこと、花から知ってるアメリカ人なんか一人もいないわけだよね。なので、グッドウォーを最後、と勝利に導いた、いわゆるもドラゴンボールで言うと元気玉みたいなもんだよな。 そういうふうなものの象徴として原爆がある。だから、エノラゲイという B29 というあの爆撃なんだけど、広島に爆弾を落とした B29 という爆撃も、それも綺麗に保存してスミソニアンに飾って、で、同時に、えー、アポロ11号で月に行ったニール・アームストロング船長と同じように、えー、アメリカの歴史を作った偉大な人物として称えようとしてたら、日系人大反対で、結局、 その大反対騒動がある。でも逆にアメリカのやっぱ一部の層はエノラゲイをやっぱそれはちゃんと展示すべきだ。アメリカの誇らしい歴史だというふうに言うんで、もうどうしたらいいのかわかんなくなって、結果的にあの、スミソンには別館作ることで話が落ちたんで。で、スミソンには本館には置かないんだけども別館っていうところを車で1時間ぐらいのところのダレス空港というところの近くに置いてさ、 で、そこで、えエノラゲー B29 をものすごい綺麗な状態にしておいて、そこで展示してる。で、その周りには、これは僕行けなかったからよくわかんないんだけども、別にですね、アメリカの戦争を終わらせたみたいな記念碑みたいなものも立てないというふうなことで、まあね、あの、日系人の顔も立てて、アメリカの在国軍人の顔も立ててっていうふうな形になったらしい。